その地域にやっぱり小さなお子さんを抱えていらっしゃる方たちがいらっしゃって、汚物の処理だとか衣類の汚れとかで食中毒が蔓延したりということが発生してきます。その時にじゃあ衣類だとか、まあ、タオル一つでもそうですけれども洗濯してあげられれば清潔な環境を作ってあげられるんではないかなというふうに思ってます。